バークシャー、バークシャー、バークシャー、IPA、または、バークス、バークスと省略することがあるは、イングランド南東部の地域であり、バークシャー州、ザカウンティーオブ・バークシャー、バークシャー・カウンティーとも呼ばれる。ウィンザー城があることから、ロイヤル・カウンティオブ・バークシェアと呼ばれることも多く、この言い方は少なくとも19世紀に遡り、1958年に女王から承認され、確認の 特許状が1974年に交付されている。オックスフォードシャー、バッキンガムシャー、サリー、ウィルトシャー、ハンプシャー、大ロンドンに接している。バークシャーはイングランドで最も古い州の一つで、ウェセックス王、アルフレッド大王が1970年代以前の州の領域を定めたことが記録に残っている。州の名前はディアロック、ケルト語で、 小山のようなと呼ばれ、ウェセックスのセンウォール王に土地を売った広大なカバの森に由来する。バークシャーは、エンゲルス平原の戦い、アッシュダウンの戦い、レディングの戦い、881年などデエンジンとのアルフレッド大王の戦闘のようにこれまで幾度となく戦場となってきた。新京都革命の時は、ニューベリーで二度開戦が行われた。 1688年の名誉革命では2度目のレディングの戦いが行われた。1972年の地方制度改革法でバッキンガムシャー州にあったスラー軍がバークシャー州に移る一方でアビンドン軍、それまではバークシャー州にあったとベール・オブ・ホワイト・ホース・オックスフォードシャー州に移った。レディング軍が新たに作られた。 1998年4月1日、バークシャー評議会は廃止され、軍は自治権を強めた。同じような改革が同時に各地で行われたわけではなく、ロンドンから離れたところでは廃止されなかった。バークシャーへようこそという標識が残っている箇所もあり、西バークシャー軍、バージニア用水地の東側、M4000 の境界で今も見られるかもしれない。バクシャーの警官は、 レディングの中心を境にはっきりと東西に分かれている。東側はバークシャーの北側の境界になるテームズ川の南の地域が中心になっている。スラウト・レディングは現在テームズ川を南北にまたがる形になっている。ロットン川とブラックウォーター川などのテームズ川支流が東部の低地に堆積地を形成している。堆積地は高地のサリーとハンプシャーとの境界線に向かって なだらかに傾斜している。この地域の多く、特にブラックネルとウィンザー大公園のあたりは、今も森林地帯が広がっている。バークシャ西部とテームズ川上流域は、ゴーリングギャップでテームズ川が現在の境界線から北上している。ここは、最後の氷河期の終わりにテームズ川がチルターンヒル。 オックフォードシャーの北岸地域とバークシャーダウンズの間を流れることになった広大な V 字国の狭い区域である。こうしたことから西部地域はレディングでテームズ川に合流するケネット川の周辺に位置することになる。両岸の急傾斜地は平坦な堆積地になっている。南に向かっては隣のハンプシャーとの境界線に向かって大きく傾斜しており、ここが バークシャーで最も高い場所になっている。最高地点は、イングランド南東部の最高地点でもある、ウォールベリーヒル、297メートル、974フィート、である。ケネット川の北側は再び、バークシャーダウンズに向けて傾斜している。ここは、丘陵地帯になっていて、パング川とその支流に流れ込む、小規模で森に覆われた渓谷があり、競馬に、縁のある、 明けた高地で、結果として今も昔も競争場の訓練地になっている。2003年の統計によると、バークシャーの人口は80万3657人、636人、キロメートルである。人口の大半は、東部の都市圏にあり、西バークシャーは東部に比べて、田園風景が広がる地域である。1831年から人口は急増したが、 全面的な境界線変更に伴うものの可能性がある。1831年に146,234人だったのが、1901年までに252,571人、男性122,807人、女性129,764人に増えた。バークシャーの人口の推移、単位、人、バークシャーは形式的な州で、 境界線は違うが古くからの州であり、州評議会がなく複数の軍評議会で成り立つ、唯一の被大都市型の州という点で、イングランドでは変わった州である。軍評議会は独自性の強い政治機構だが、州としての地位はない。軍評議会は保守党が、西バークシャー、ウォーキンガム、ブラックネルフォレストを、労働党がレディングを、自由民主党が、ウィンザー・メンデンヘッドを握っている。 スラウは自由民主党と保守党が連立して担当している。2005年の総選挙後、8選挙区中6選挙区で優位を占めている。スラウとレディングウェストは共に労働党候補が選出された。主な場所は、お参照のこと。バークシャーで人口が最も多いのは、レディングだが、おそらくここよりは、エリザベス2世の居城があるウィンザーの方が有名であろう。人口は、 となっている。1974年の制度改革で、アビンドン、ディドコット、ファリングドン、ウォーリングフォード、ボンティジは、バークシャーからオックスフォードシャーに移った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。